あの先へ進めばもうすぐサバロンですぞ。お待ちいただこうか。オルテン殿、なぜあなたがここに？風のクリスタルを渡していただけませんかな、グローリア王女。まさか。ええ、そのまさかですよ。それをホログラードに渡せば、この国は私のものとなるのです。軍国ホログラード。そうか、あの国が黒幕であったか。では、あの二人の傭兵も。私が雇いました。あそこまで物を物だとは思いませんでしたが、おかげで私自らが直接取りに来たというわけです。まったく忌々しい。それはアスタリスク宰相殿、まさか。アルシオン、この国を支配するのはこの私。さあ、風のクリスタルを渡していただきましょう。油断するな。この私を怒らせたこと、後悔しますよ。参ります。渡すのです。そうすればこの国は私の番ね。これね。それでは治療します。大丈夫ですか。よし、力だ。我が手に集え、炎よ。我が手に集え、炎よ。行くわよ。私の番です。今は耐えます。よ、まずい、まずいですぞ。この私が苦戦すると。負ける、もう私が負ける。いや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 、そんなことがあってはならない。ハルシオニアを支配するのはこの私、この私なのだ。こんなところで倒れるわけにはいかん。いかんのだ。どうするか。眼前の敵を撃て。私の番ね。参ります。癒したまえ。すまな、うん、排除させてもらおう。炎よ。
魔力がみなぎる。我が手に集え。行くわよ。せっやこれでどう？行くか。炎よ、眼前の敵を撃て。炎よ、魔力よ。この国は私の。アスタリスクだって持ち主を選ぶのよ。学びの機会は大切です。次は何ができるのかしら。勝負あったな、最小殿。いや、オルテン。バカな、アスタリスクは無敵ではないのか。無敵の力などがあるとでも思いか。使う者の力量によって弱くも強くもなる。それがアスタリスク。来るな、来るんじゃない。私が悪かった。風のクリスタルもいらん。だから見逃してくれ、頼む。無様な姿だな、オルテン。え、どうやら無能者はお前の方だったようだな。おざます。あ、いや、軍王陛下、なぜこんなところに。そして余計なことまでよくしゃべる。無能者どころか愚か者だったか。な、さあ、風のクリスタルをこちらに渡してもらおう。断ると言ったらどうしますか。差し伸べた手を跳ねのけるか。渡せと言ったのは我の慈悲だぞ。後悔するなり。大丈夫かしら。我の前にひれ伏すがいい。回復するぞ。まだまだこれからしません。やー、待ってろ、自由が助ける。やられた。もう少しは楽しめるかと思ったが、この程度か。では風のクリスタルはいただいていく。グローリアを話せ。ああ、話してやろう。しっかり受け止めろよ。何？さて、目的はこれで果たした。我の慈悲を拒んだ罪は重い。この場で死ぬがよい。スロー、ここはわしが食い止める。グローリア様を連れて逃げるのだ。スローンは、こやつを倒した後わしもすぐ追いかけまする。スローン、
ほう。これは楽しませてくれそうだ。我を倒すと大見えを切っただけのことはある。まだまだ若い者には負けぬ。さすがは光の戦士の一人と言いたいところだ。もう息が上がっているぞ。やはり老いには勝てぬか。その称号もはやわしのものではない。そしてこの勝負わしの勝ちよ。さて、逃した獲物を追うには戯れが過ぎたか。報告です。ハルシオニアの軍が動いたと。そうか。今さらどうにもなるまいにな。グローリア王女らはいかがしますか。捨ておけ。風のクリスタルは我が手中にある。すでに目的は果たした。あとは余興に過ぎぬ。国へ戻るぞ。はっ。要となる風のクリスタルは手に入れた。さて次は。スローンを埋葬できたのはそれからしばらく経ってのことでした。スローン殿、あの世で師匠と酒でも酌み交わしていると良いのだが。そんなの聖者の干渉よ。でも。でも？そうだといいわね。ああ。スローンさん、あなたの意志は俺が。さあ、参りましょう。